どうもこんにちは、ケントと申します。今回の動画はオンライン大会のタミスマに参加させていただいた際の内容となっています。実はミュウツーの解説動画を上げて反響後に初めて放送したのですが、たくさんの方が来てくださって本当にありがとうございました。めちゃくちゃ嬉しかったです。ただそのせいでいつもより人数が多いのでめちゃくちゃ緊張してしまって、左上の項目フレセンって書いてますけど、1回戦だったりとか2回戦から3回戦に移行したのに2回戦のままとか書き換えれてなかったりとか、いろいろ緊張のせいで、まあ立ち回りもガチガチな部分もありました。その中でですね、今回は第4回戦リザルトをかけた戦いを、CPU1 ミヤさんのダークサムスと対戦させていただきました。 SNS でダークサムス四天王と呼ばれていたり、冷凍2000超えたりとか、めちゃくちゃ怖い、ダークサムス使いですが、果たして結果はどうなったのか、それまでのハイライト後にご覧ください。どうぞ。あ、めっちゃ、あ、ありがとうございます。いや、あのね、実はね、これ裏話すると、あの前スマで以前ちょっとミヤさんと当たってるんですよ。この前、先週ぐらいかな。でその時はたまたま勝ち星をつけれたんで、また会いましたねっていう、今ミヤさんがコメントしてくれたんですね。あの人からしたらリベンジかもしれんけど、俺からしたらずっとミヤさんは格上やからね。ずっとこの人すぐ1800いってるし、レート不足なしすぎる。ああ、うまいな。いやー、それ見えへんな、マジで早すぎ。いやー、ネイリキした下。飛ぶ。ああ、我慢。ああ、この我慢がきついねんな、俺にとっては。我慢きつい。年力やって助かったよ、マジで。我慢きつすぎる、ちょっと。こうされたら。マジで？
死ぬ？死ぬか。あー言わなあかんか。クエ仕掛けてきそうやったけどな。あー早い。見えない。それは見えない。あーマジか。死ぬ。あーちょっと待って。あそっちそっちか。あー今の攻撃上がりやったな。勝たしてもらっていいかな。いいやん。うわ最悪戦場か。これがあんねんな。あーちょっと変やな。いや海やめて。あれダウンなのか。あー当たる。それ後ろはいけるかなと思ったけど無理か。落ち着こう。これはまずいな。
やーみ、あー無理か、あー無理か、あーだったらなんか呼んだけど当たらなかったな。いやうまかった。